なんてことだ。今日は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について、巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ壁につく頃だ。急がねえと。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気になる。うまくいかねえようだ。先を急ぐか。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に始めて相手して。面白い気がしやがって。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。まとめて相手して。この道も塞がれてやがるのか。見け、仲間が少ねえようだな。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。エルヴィンは先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。先に行け。俺は試算した兵を収集する。ち、何が起こってやがる。一体向かってきます。面白い面しやがって。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団後兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。
今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい。彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか？まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ショート、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。
調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ、新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるのと。オールオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくな、エレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団切っての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、半人分隊長。被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？ふん、ああ、なんてこった。いつか昇格してみせる。ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられた。けど結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。じゃあまさかお前まで！今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。はあ。うん。